ましょうか。この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える怪奇の海だ。お化け出るんだ、ここの海。いやー、やだ、悪霊退散グッズで身を固めねば。よほほほほ、よほほほほ、よほほほほほほ、いのほい、よほほほほ、よほほほほ、よほほほ。よほほほほほ。ごきげんよう。よほほほほ。何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、喋ってる。骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューリフル。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことよりお前、俺の仲間になれ。え、いいですよ。おい、死んで骨だけブルックです。どうぞよろしく。新たな船サウザンドサニー号と船大工サイボーグフランキーを仲間に加えた麦わらの一味は、ウォーターセブンを出港後、霧の立ち込める不気味な海域フロリアントライアングルに突入した。そこに現れたのは動く骸骨ブルック。彼はヨミヨミの実を食べたために一度死んだがよみがえり、何十年もの間この海域をさまよっているのだという。ブルックを気に入ったルフィは即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。かつて何者かに影を奪われ、太陽の下では生きられない体になってしまったというのだ。やがて一味の目の前に謎の島スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。冒険の匂いを嗅ぎつけたルフィは仲間と共にスリラーバークに入るが、そこでゾンビに襲われ、ルフィたちもまた影を奪われてしまう。影を奪いゾンビを操る者の正体は桜花七部会の一人、月光モリアだった。再びブルックと出会ったルフィたちは奪われた影を取り戻すため、力を合わせて月光モリアに戦いを挑むのだった。影さえもらえば用済みだ。一味だから追い出しとけ。いますよ。ルフィさん、他の皆さんと合流して森を抜けましょう。まあいねえな。今深くてよく見えねえな。ルフィさん、皆さんはどちら？私たちは慎重にコツコツ進みましょう。おい、俺の仲間見なかったか？すんません、わからねえっす。覚悟する。海賊王に俺はなる。よかった、無事ね。いきますよ。やつらを倒俺の仲間を見なかったか？海賊なら森の奥で見ましたぜ。ここを開けますから勘弁してください。迷いの森なんて私怖くて死んじゃいそうです。あ、私もう死んでましたよ。そいつは俺の分身ドッペルバージュだ。ゾンビども、こいつらとは遊んでやんな。モリア、出てこい。助かった。俺たちはスリラーバーク被害者の会、みんなモリアのやつに影を取られたんだ。だから私と同じような海賊がこんなにもこの島に、ちょっと面食らってしまいますね。骸骨だから私面なんてないんですけどもよ。ほほほほほ、スカルジョーク、骸骨野郎、ふざけんじゃ。やめなさい、すでに死んでいるわ。同じ被害者というのは私たちの敵は同じ。ここは協力し腹をくくってモリアンに立ち向かいましょう。骸骨だからくくる腹ないんですけどよ。いい加減しばくぞってね。もうしばいたらいい。被害者同士協力して戦おうぜ。この先にも誰かいたぞ。仲間かもしれない。よし、行くぞ。そこにいたか。ちょっと目を離すとすぐこれだ。ゾンビたち、あれを私のとこに連れてこい。うえい、俺を一人にすんじゃねえよ。こりゃ迷うな。なってのが無理だな。ガボット私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのゴーストの恐ろしさ味合わせてやる。もし生まれ変われるのなら俺は貝になりたい。最低だ死のう。おいルビー、何を落ち込んでんだよ。やられたのか。私は霊体を自在に生み出すホロホロの身の霊体人間。私の分身のゴーストたちは人の心をうつろにする。ハラ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 、てめえもここまでだ。ネガティブホラー。俺の名はキャプテンウソップ。なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴーストは当たったぞ。一体どんな手を使って。どんな手も何も俺は元からネガティブだー。よそれだけで前に向いてるはずなのに。負けました俺を。願っぱなに一言だけ言っとくぞ。何かしらビビってる暇はねえ。早く森屋の城に向かうぞ。行きますよ。周りのゾンビどもを倒せ。よし、ますよ。 しもべ、オーズだ。ルフィのゾンビだと。オーズ、最初の任務だ。思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。 でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だな。超怖い。かかってこい、麦わらの一味。あのでっけえのをぶっ飛ばすぞ。ゴムゴム。 材料を集めてこられるか。任せら、すぐに調達させるぜ。守って持ってこさせろ。 やべえぞ。しかめ、やつを追っ払うぞ。いますよ。あんなのがいたんじゃ動けねえ。 橋を壊してきた。あいつを攻撃して阻止しろ。おい、やつにまた橋を壊されちまうぞ。あっちに海賊がいる気がするぞ。 一丸となる力、思い知れ。おめえらタクティクス15だ。え、あれを出すのか。ゾロ、ぐるぐるスタンバイだ。俺の足を支えろ。パイレーツドッキング6、巨大ロボ戦士ビッグエンペラー。ちょっと待ってフランキー、レフトアームがまだドッキングしてねえ。おい、何してるニコ・ロビン。早くレフトアームにドッキングしろ。人として恥ずかしいわ。もう二度と誘わないでドッキング。鬼みてえなやつらだ。音楽は力です。音楽は力です。私少し取ったかも。骨なのに身を粉にして戦います。粉になる身がないんですけども、私はなぜ目がないのに見えるかって、答えは秘密です。私はなぜ目がないのに見えるかって、答えは秘密です。これだけ材料がありゃ十分だ。星ができた。もうちょい待てよ。この宝石が当たりすぎて怖いんだよ。もう嫌だ。桜を持って逃げるぞ。お宝を抱えて逃げる気ね。こんなことは絶対させないわよ。この私が追い詰められるとは。戦っている相手は麦わらの一味だな。てめえは桜花七部隊の一人、暴君バーサラミュクマ。モリアの部下か。モリア様、いや結構モリアとはもう関係ねえ。私は今この島から逃げ出すところで。旅行するならどこに行きたい。そんなこと聞いて一体どう。でもやっぱりバカンスなら。暗くて湿ってて怨念渦巻く湖上のほとりで過ごしたい。今のあの子は消えた。泥棒猫だな。麦わらの仲間モンキー D ・ルフィもここにいるのか。ルフィに何の用があるってのよ。あんた目的は何。本当に七部会？何をしようと俺の自由。狙いはルフィなの。こいつやばい。ここで止めなきゃ。まだ手は出したくないのか。まずはモリアに会わねばな。月光モリア、ここにいたか。暴君クマ、さっさと要件を言え。ここへわざわざ何しに来た。報告事項がある。桜花七部会クロコダイル公認の後、その後釜が決まった。後継者の名はマーシャル D ティーチ、通称黒ひげという男だ。もともとの懸賞金はゼロ。なるほど、未知数か。よく政府が認めたもんだ。まあ穴埋め作業が済んでよかったじゃねえか。キーシーシーシー。それと政府には今気がかりが一つある。麦わらの一味だ。政府が何を心配しているかわかるか。奴らのログをたどるとここに来る可能性が高い。また一人七部会が麦わらの手で落とされやしないかと危惧している。ふざけんじゃねえ、俺の心配だと。雑魚海賊抑制のためこの座についてやっている俺に向かって。必要なら俺が貴様に加勢しても構わない。誰に口聞いてやがんだてめえ。あんな少数の経験も浅い海賊団に俺が負けるかもしれねえと。よく見ていけ、そして報告しろ。麦わらの一味はいとも簡単に月光守屋にやられたとな。ではしばらく様子を見ていこう。安心しろ、邪魔はしない。